こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私の投稿した動画、タイトルはスマホで撮影した画像を PC に取り組むっていうね、そんな動画があるんですけども、こちらの方にねコメントを今日いただいたんですよ。ありがとうございます。わかりやすかったです。ということで、この三船の YouTube 三船敏郎さんですか。この方のお役に立てたみたいで、コメントまで書いてくださいましたね。ちょっと動画を見てみましょうか。おはようございます。すごい懐かしいですね、これ。私がね、広島ヒルズにいた頃ですよね。2014年の2月21日になってますから、速稼塾を始めて、1年経ってない時ですね。半年ぐらいですか。速稼塾を開始したのが7月20日なんで、それから半年後くらいの私の投稿に対してコメントいただいてますよね。で、タイトルというか、このコメント欄に、動画説明欄に簡単なスキルですが、いろいろな方に広めていきましょうって書いてますね。けなげですね。で、高い評価がなんと123いただいて、低評価も実際いただいているということでございます。要するに200人ぐらいの方が反応してくださったんですよね。で、なんとね、再生回数が12万回になってますよ。これ。こんな動画が。どんな動画かというと、2分26分の動画です。ちょっとね、一緒に見てみましょう。パソコンにアップロードする方法です。まずですね、カメラを起動して、写真を撮ってください。自分の写真をパシッと、自分の写真で、そうするとこういう画像撮れますね。こういう画像撮れたら、右上の方に、違うわ、左下の方に四角に上矢印っていうのがあるんで、ここを押します。ここですよ。パチッと押します。そうするとこう画面が切り替わって、チェックボックスにマークつくでしょ。ここですね。ここにマークついてますね、青いやつが。なんで次へを押します。右上の次へを押すと選択画面出てくるんで、メールで送信を押します。そうするとメールで送信の画面がこういう風に出てきますから、宛先にですね、宛先のところにご自分の Gmail アドレスを打ってください。こんな感じになりますね。で、送信をします。で、件名が空欄です。出ますけど気にしない。送信をします。で、パリッと自分のメールアドレスに送信されます。で、ここからなんですよ。スマホで開くんじゃなくて、今度はパソコンでこのメールアドレスを開いてみましょう。じゃあ、あとはパソコンの画面上で説明します。 Gmail を開くと、さっき送ったこの自分のですね、メールが届いてます。で、件名なしってところ開けてください。ほら、さっき撮った画面があるでしょ。で、ここ上にカーソルを合わせると、下矢印が出てくるんで、これを下矢印を押します。そうするとダウンロードされるわけですよ。ブリッと。はい。右下の方に写真が出てきましたね。じゃあ、画面をちょっと短くして、この写真をデスクトップにグリッとドラッグします。そうすると、これ自分の写真が出てきますね。これです。はい。もう簡単ですね。この辺でぐるぐるっと変わりますね。この辺で変わりますからね。はい。以上で、写真がデスクトップ上に貼り付きました。あとはこれはアップロードするだけです。簡単。はい、いかがでしたか。こんな感じになってるんですよ。いや、どうですか。で、コメントが結構ついてるんですよね。ありがとうございますって5ヶ月前。5ヶ月前ですよ。ね、あれから何年ですか。5年以上経って、これを見てくださってる方がいて、天才って書いてくださってる方、3週間前。つい最近ですよね。2年前。ありがとうございます。助かりました。とかね。そういう風に書いてくださった方とか、スマホで撮った動画はどのようにするんですかとか書いてくださいますね。ね、ありがとうございましたとかね。すごいですね、これ。こんなね、むちゃくちゃ簡単なことでも求めてくださる方が、こんな12万人もいるんですよね。まあ、ですんでね、どんな動画を上げるかってことを考える前に、どんどんこういった基礎作業を上げていった方がいいです。こういうことでも分からずに検索してくださる方がいるんですよ。ね、検索キーワードはおそらく、スマホ、PC、画像取り込みぐらいなもんでしょ。ね。いやー、面白いですね。本当にね、私自身もびっくりです。こういうのが12万回。最近の講義動画って100回も再生されないのに、こういうね、初歩的なものってのは、もう本当に12万回ですね。うん、私のナイトライダーの動画に匹敵する再生数ですよ。はい、参考になれば幸いです。